メキシコ赤帽子インコは、オウムメインコ科に分類される鳥類。メキシコ北東部固有アシュアメリカ合衆国へ移入、定着。全長30から33センチメートル。全身は緑色の羽毛で覆われる。額から頭頂は赤。目上部から頸部にかけて青灰色で覆われる。後頭や頸部を覆う羽毛の外縁は、暗色で臨場に見える。 初列風切りの色彩は黒や青色。外側地列風切りの色彩は赤い。目の周囲には、羽毛がなく白い皮膚が露出する。光彩は黄色。くちばしの色彩は紅白色。光子の色彩は淡灰色。乾燥した常緑樹林、渓谷内の落葉樹林などに生息する。批判食器には、標高1200メートル以下のある菓子と、 松からなる根溝林にも生息する。二重から100羽の群れを形成して生活する。冬季になると大規模な群れを形成し、食物を求めて放浪する。植生は植物食で果実、種子、つぼみ、花などを食べる。繁殖形態は卵生。繁殖期になるとペアで生活する。3から5月に地表から6から20メートルの高さにある軌道や、 キツツキの古巣に1回に3から4個の卵を産む。飼育下での放卵期間は28日。育数期間は9週間。トウモロコシなどの農作物を食害する害鳥とみなされることもある。開発による生息地の破壊、害鳥としての駆除、ペット用の乱獲などにより生息数は激減している。ありがとうございます。